テレビをご覧の皆さん、こんばんは。北海道日本ハムファイターズ対読売ジャイアンツ、日本シリーズ第2戦の模様をこれからご覧いただきます。ゲーム解説は達川光男さん、黒木智弘さん、お二方どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。さあ、リポーターも紹介しましょう。はい、こんばんは。我々2人で旬な情報をベンチ裏からスタンドからお伝えいたします。お楽しみに。はい、どうもよろしくお願いします。さあ、まもなくプレイボールです。今日の先発ピッチャー武田勝、きっちり抑えてまずは1勝を狙います。さあ、そのピッチングを見守りましょう。1回の表、ジャイアンツの攻撃、トップバッターは1番坂本、打席に入ります。まず初戦に勝ったのはジャイアンツでした。この第2戦、勝つのはどちらでしょうか。さあ、注目の初球。さあ、この打球は、この打球は距離は十分だが、しかしボールの左、ファウルです。さあ、2球目は、あーっと、これはピッチャー素直なバッティングはセンターに抜けます。さあ、ノーアウトのランナーが出ます。センターへヒットを打ちました。そして打順が変わります。亀井、さあ、ジャイアンツノーアウトからヒットが出ました。どこから攻めるか。1球目狙っていって当たりません。まあ、スイングだけ見てますとね、力強くていいんですけどね。しっかり振って空振りです。いきなりランナー一塁としています。外角低めのストライク、ツーストライク。さあ、次のサインは浮かされました。ちょっと引っ掛けましたけど、変化球でしょうね。取ってワンアウトになりました。ショートフライに終わりました。ワンアウトになって次のバッターになります、小笠原。先頭バッターにヒット、その後は内野フライに終わらせました。まずスライダーを持ってきました。ワンストライクです。この回はワンアウトになっています。これは強烈な当たり、ファーストランナーは二塁に止まります。センターへのヒットになりました。ここは状況に流されず、まずは自分のバッティングでしょう。そうですね、特別なバッティングをしても結果に結びつきにくいですよね。体の力を抜いていつも通りですよ。この回ヒットを2本打たれています。初球簡単にストライクを取ります。ワンストライク。ボールです。ワンエンドワンになりました。低めに外れてボール、ワンツー。これも鋭い当たり、伸びるか、伸びる伸びる、追っていきます。フェンスに直撃した。打ったバッター一塁を蹴った。今セカンドランナーホームイン、ファーストランナーサードベースも蹴った。タイムリーツーベースヒット、ファーストランナーもホームに帰ってきました。2対0 2点先制します。シリーズ2勝目、好スタートを切ります。さあ、今のプレイもう一度見てみましょう。ベンチの期待に応えたいバッターボックス。ちょっとこの辺で1本欲しいですよね。ベンチも期待の選手ですね。彼の実力からすれば期待してもいいと思いますよ。はい。さあ、ジャイアンツ、さあ、先制となるタイムリーツーベースが出ました。リードは2点です。初球コーナーをついてきました。ワンナッシングです。得点差は2点、ジャイアンツがリードしています。どう攻めるのか、果たして3球勝負するのか。
今度はスライダーを持ってきました。今のは振ると思いましたけどね。はい、バットは出ませんでした。次が4球目、低めインコース、カウント2エンド2、座元フルカウント2スリー。フルカウントからの6球目、これも強烈な打球。この勝負どうなる。見逃し。チャンスはまた巡ってくるか。心当たりで決めないと厳しいですよ。チャンスはまた掴めそうですか。狙い球を決めておかないと今のようになりますよ。勝負の世界は結果が全てです。さあ、長打を期待していきたい。豪快なバッティングを期待したいですね。ここは長打が欲しいですね。ポジショニングも頭の中に入れて狙ってほしいですね。さあ、シフトを確認して投手に返します。2アウトになっています。外のボールが打っていった。あっと抜けた、抜けていきます。セカンドランナーは三塁ストップ、止まりました。今のでこの回4本目。そして7番高橋、そのバッターボックスとなります。こういう状況でね、ホームランバッターに回ってきましたよね。はい、ここでスタンドまで運んでいけるんでしょうか。初球変化球は空振りです。ワンストライク。初回に先制点、後続は立ちたいところなんですが、外外れてボール、ワンストライクワンボール。この回7人目のバッターです。3球目、離れていきます。丁寧なピッチングを見せています。アウトコース決まった。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。三振、スリーアウトチェンジ。結局スイングアウトの三振です。さあ、ファイターズ2点を追いかけます。そしてジャイアンツの先発ピッチャー、ゴンザレス、第1戦に続けるか、大事なマウンドです。ファイターズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏、ファイターズの攻撃、先頭バッターは1番田中健介、左のボックスに入っています。まずは初球、最初は見ていきます。バッテリー1球外してきました。変化球を打っていった。これはセカンドになります。1塁へ送ります。1塁はアウト。セカンドゴロに終わりました。そして次の2番森本、1回裏ワンアウト。これコンディションがね、ちょっと気になりますけどね。はい、果たしてこの打席はどうなんでしょうか。まず先頭のバッターを打ち取っています。初球は手を出しません。チェンジアップをいっぱいに入れてきます。ワンアウトになっています。さあ、第2球、あっとバットが出ません。2球ともインコースを攻めています。一塁送球、一塁はアウトです。サードゴロに終わりました。そしてクリーンナップへと続きます。稲葉、先頭打者は内野ゴロ、その後も内野ゴロに打ち取りました。何を投げてくるか。初球スライダーできました。ボールカウントワンストライク。この回まず2アウトを取っています。見送った、ツーナスイングです。次のボール注目しましょう。あっと、スイングアウト三振。スリーアウトチェン、ボールの球、スイングアウトの三振です。さあ、ジャイアンツ、この後8番から始まります。2回の表、ジャイアンツの攻撃、トップバッター、李俊佑。攻撃中のジャイアンツ、先ほどのイニングは残塁が2、しかし2点が入っています。
変化球打った、打球はセカンドへ、一塁へ送ります。ファースト取って、これはアウトです。そして次の9番脇谷、バッターボックスに入ります。この回はまずワンアウトにしています。さあ最初の1球、まずスライダーを持ってきました。ワンストライク。今日最初のバッターボックスに入っています。外のボール球を打って、今のはね、出されてますのでね、キャッチャーフライに終わりました。ここで打順が一巡します。坂本、この回順調に2アウトまで来ました。最初の球はまず際どいコースから入りました。ノーワン、2対0、ジャイアンツがリードしています。どう攻めるのか、低めいっぱい決まった、抵抗カウント、ワンエンドワン。先頭バッターは内野ゴロ、その後はファウルフライに終わらせました。外角高めのストライク、シュートで追い込んでいます。さあ4球目、高めのインコース、このボール球には手を出しません。次が5球目、さあこの当たりは低い打球になりました。レフト、この当たりはレフトの前に落ちた、ワンバウンドヒット、レフトへのヒットが出ました。さあランナーが出ました。亀井にヒットのランナーを許しています。最初の1球、インコース打ってショートです、取りました、アウト、3アウトチェンジ。2回の表終了、ジャイアンツ0点で攻撃を終了しました。2回の裏、ファイターズの攻撃、対します、この回の先頭高橋。さあ今日の第1打席です。第1球、最初は変化球持ってきました。ワンナッシングです。2球目、外れています。ワンエンドワンです。内への球、思わずバットを出しました。このストレートで追い込みます。今度もストレートできました。ツーツー、1塁送球、一塁、これはアウトです。セカンドゴロに倒れました。そして次は DH ヒメネス、今日最初のバッターボックスです。今日の1打席目になります。どこに入れてくるか。初球高めに来ました。ワンストライクです。この回もまず先頭バッターを打ち取りました。今度もまっすぐできました。直球で追い込みました。外の遠いボール打っていった、右への打球になりました。落ちた、ライトの前、ワンバウンド、ライトへのヒットが出ました。そして次のバッターとなります、小屋、今日の第1打席になります。先頭打者は内野ゴロ、その後はヒットを許しています。初球見送っていきます。ここは1球外します。この回ヒットを打たれています。見送ります。2つインコースに来ました。今日最初のバッターボックスに入っています。さあ3球目は外、からセカンドの前、セカンドが取ります。2塁はフォースアウト、そして1塁転送、1塁もアウト、ゲッツー成功、3アウトチェンジ。2回の裏を終了、ファイターズ最後はダブルプレーに終わりました。3回の表、ジャイアンツの攻撃、この回はクリーンナップから始まっていきます。小笠原、攻撃中のジャイアン、変化球を打っていった、左へ行った、
取りました。これでワンアウト。ショートフライに倒れました。次のバッターです。ラミです。3回表ワンアウトです。ワンアウトランナーはありません。まずは変化球。この球はボールになります。これが2回目のバッターボックス。インコース打ちました。抜けた。きれいに抜けた。ここでヒットが出ました。そして一気にセカンド狙ったツーベースヒット。2打席連続レフト線へのツーベースになりました。なんといってもフルスイングが魅力です。あのスイングはピッチャーにとって恐怖ですよ。思いっきりのスイングが見てみたいですね。そこが当然彼の魅力ですからね。見ていて気持ちがいいですよ。さあ豪快に振ってほしい。まずは簡単にストライクが来ました。ボールカウントワンストライク。このゲームは札幌ドームから実況。今度もいい当たり。これは取っています。ランナーは変わりません。これでツーアウト。大きな期待を背負って打席に入ります。こういう場面で一撃で仕留めたりしますからね。綺麗な放物線を見てみたいですね。彼は本当に素晴らしいものを持ってますよ。ピッチャーの気持ちになると気の毒な感じですね。その初球ボールになりました。ノーワンです。得点差は2点。ジャイアント、転がっている。抜けるか。あっと抜けた。抜けていきます。やはりチャンスに強かった。この場面でヒットになります。そして打順は7番高橋。さあバッターボックスです。このチャンスはねつなぎたいですよね。はい、ここは得点までつなげたい。初球振りません。カウントノーワン。このピンチまたランナーを出しています。内へ高めに変化しました。ボールの後もボールです。この回2本のヒットを許しています。まっすぐ打ちました。センターに持っていきました。取りました。スリーアウトチェンジ。さあファイターズ次の攻撃は下位打線からとなります。3回の裏ファイターズの攻撃。この回は7番から始まります。糸井。3回の裏ノーアウトです。攻撃中のファイターズ先ほどの回は残塁が1、そして無得点に終わっています。初球から低めを攻めています。枠いっぱいに決めていました。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。この球はストレート外れました。これは釣り球引っかかりません。さあ3球目いい当たり。追っていく追っていく。これはフェンスに当たった。さあバッターランナーは二塁へ。さあ連携プレー見せるか。ツーベースヒット。今のはどうでしたでしょう、達川さん。あのまっすぐであればね打たれるのも時間の問題っていう感じですよね。ですね。そしてヒットになりました。いきなりランナーを背負っています。ランナースタートした。振っていった。スチール成功です。さあもう一度見てみましょう。今日の1打席目になります。このボールはどうか。スライダーでしょうか。決めました。2ストライクノーボール。さあ次はどうするでしょう。ボールにしてきました。これはサード。サードが取ります。一塁へ。一塁はアウトになります。2対1。そしてラストバッター金子誠。ここまで1点を与えています。初球簡単にストライクを取ります。ワンストライク。ゴンザレス今日は3回途中までを投げて許したヒットが2本。この回そのうちの1本がありました。これはストレート。カウント2ストライクノーボールです。この球は主審はボールと言いました。この誘いには乗りません。次の4球目ストレートできました。2エンド2になっています。
さあ何を見せるか。チェンジアップ打ちました。低い当たりになった。あっとこれはセンターの前、ワンバウンド。さあランナーがここで出ます。センターへの打球はヒットになりました。これで打者一巡となります。田中健介、左の打席に入っています。さあ最初の1球、まずは初球ストレート、バッテリー外してきます。ファーストランナーを返せば同点になります。2球目はどうか。さあこの打球は打ち上げてライトです。ファウルです。一塁線はファウルになります。3球目はどうする。さあファーストランナーがスタート。投球はボール、タッチはアウト。2投は失敗。バッティングカウントになったが、高いボールを打ちました。取りました。これで3アウトチェンジ。3回を終了、ファイターズ1点を返しています。2対1、1点差と変わっています。4回の表、ジャイアンツの攻撃。先頭のバッター、イ・スンヨク。4回表、ノーアウトです。まあ、初球狙って、これはいい当たりだ。ファーストへの打球、一塁はアウトです。ファーストゴロに終わっています。さあ、どんなイメージで打席に入ったでしょうか。ヒット構成、なんとかバットの角度を向けようとしてるんじゃないですか。なるほどね。まあ、ピッチャーにはね、相性悪いと思わせておきたいでしょうね。どんなボールをどう打つか、今後の印象になっていきます。さあ、2球目。これは空振り。さあ、ここは追い込まれていますが、今度もファーストへ転がります。取った。そのままキャンバスを踏んでアウトになります。打順が移ります。坂本、右打席です。2回の2打席目、2打席連続のヒットを放っています。どう組み立ててくるか。まずはストライク、ワンナッシングです。先頭バッターは内野ゴロ。その後も内野ゴロで2アウトになりました。横へ曲げてきました。2球目も変化球でした。この3球目はどうする。打って抑えた。1塁送球、1塁はアウトで3アウトチェンジになります。接戦が続きます。どちらも全く隙がありませんね。展開を読むのが難しい試合ですね。4回の裏、ファイターズの攻撃。2番からの打順になります。森本、先頭打者としての役割は果たせるんでしょうか。初球は手を出しません。この球は入りません。ここまでのファイターズ、ヒットが3本、1得点の内容です。ジャイアンツがリードしています。このストレートは入りません。2つボールが来ました。今日の奪三振の数は1となっています。次が3球目、変化球持ってきました。ワンエンド2です。先ほどの打球は見事な当たりだったんですが、サードゴロに終わっています。今度はストレートを持ってきました。カウント2エンド2。次が5球目、左へ、あっとスイングアウト。さあ今のプレイ、もう一度見てみましょう。次のバッターが入ります。稲葉、4回裏ワンアウトです。どこから攻めるか。初球外に来ました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。2回目の打席はどうでしょうか。さあ第2球、ストレート、ボールカウント2ストライク。次のボール注目しましょう。外、2エンド1です。さあ4球目、緩いボール、ショートへの当たり、ショートが取ります。一塁へ、一
塁アウト、アウトです。ショートゴロに終わりました。そして次の4番高橋、最初の1球は何か、低め打ってライン際の当たり、切れるか、一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。1点を争う好ゲーム、目が離せません。力は五分ですからね、気が抜けませんよ。はい、こういう取り組みは実況しがいがありますね。5回の表、ジャイアンツの攻撃、バッター亀井、5回表ノーアウト、初球です。まずはコーナーをついてきます。ワンストライクノーボール。奪った三振の数が2となっています。このボールはどうか、これは変化しました。でも力強いね、スイングしてますよね。はい、残念ながら捉えられませんでした。外のボール手を出した、これはファースト取りました。一塁へ、これは一塁アウト、ファーストゴロに終わりました。次のバッターはどうでしょうか。小笠原、左のボックスに入っています。まず初球、最初は見ていきます。ワンボールです。この回はワンアウトになっています。これもストライク、これも外目に行きました。この回もまずワンアウトを取っています。変化球、ライン際際どいか、この打球はファウルになります。見逃し三振、際どいコース決まりました。バッター DH ラミレス、右バッターボックスに入ります。初球はどうか、まずは外から来ました。まあスイング自体はね、いいと思いますよ。はい、豪快に振ってきました。点差変わらず1点差、ジャイアンツがリードしています。変化球打った、これはセカンド、一塁へ送ります。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。クロスゲームは1球1球に注目です。こうなるとバッテリーとの読み合いになりますよ。プロ野球ファンには答えられない面白さです。5回の裏、ファイターズの攻撃、 DH からの打順になります。ヒメネス、左の打席に入っています。2回の第1打席、ライトへのシングルヒットを放っています。まずはストライクを取りました。微妙なところを攻めてきます。ノーアウトランナーありません。いやー、辰川さん、ここはどうすればいいでしょう。まだ1点差ですからね、ここで最低でもやっぱり同点ですよ。はい、この場面はとにかく塁に出なければなりません。はい、入れてきました。これで追い込みました。三振、空振り、空を切らせました。さあ、もう一回今のシーンです。次のバッターに変わります。小山、まず初球、初球スライダーできました。ワンストライク。この試合の奪三振の数が3となっています。2投目は、これはストレート、カウント1エンド1。今日2回目のバッターボックス。さあ3投目、まっすぐで決めました。2ストライク1ボール。同点のランナーになる。そして打順が変わります。糸井、先頭バッターは三振、その後ヒットを打たれています。初球から際どいコースをついてきます。カウントノーワン。ゴンザレス、今日は5回途中までを投げて許したヒットが4本、そのうちの1本がこの回です。ストレートを持ってきました。ツーボールになりました。ヒットのランナーを許しています。ストレート、ノースリー。今日2度目のバッターボックスに入っています。ファーストランナースタート、投球ストライク、二塁タッチアウト、盗塁失敗。3回の1打席目、ライトへのツーベースヒットを記録しています。
変化球が決まって2スリー、いいところへ決めてきます。ストライクが2つになった。同点のランナー。そして次のバッターとなります鶴岡、右打席です。これが2回目の打席。今のはちょっと危ない投球です。初球ボール、ここは外してきました。今の投球が60球目。決まった、低めいっぱい、平行カウント、ワンエンドワン。この回ヒットを2本打たれています。さあ3球目は、これはストライク、カウント2エンド1。さあ次の4球目は、あっと見逃し三振、スリーアウト。これは手を出させませんでした。ゲームは5回まで終了しています。ファイターズ得点はありませんでした。日本シリーズ第2戦は6回の表、ジャイアンツの攻撃。トップバッター阿部、最初のボールはまずは変化球、空振りになります。ワンナッシングです。さあ3回目の打席、次の2球目、これは変化球、微妙なところ、攻撃中のジャイアンツ。ここまでの残塁の数なんです、5となっています。インコース低めのストライクは2エンド1になりました。これはボールになります。平行カウント2エンド2。さあ何を見せるか、あっとこれは強い当たりだ、ショートバウンドになった。一塁へ、これは一塁アウトです。セカンドゴロに終わっています。そして次の6番谷、ワンアウトランナーなし。これも鋭い当たり、右中間に上がった、ボールを追っていきます。取ってアウトが2つになりました。次のバッターが入ります、高橋由伸。6回の表2アウトです。今日奪った三振の数は3となっています。初球は手を出しません、際どく外れた。武田勝、この試合許したヒットの数が7となっています。この球は見ます、ノーツーです。順調にツーアウトにしています。さあ3球目、打って右中間へ持っていった、しかしこれは守備範囲、取ってこれで3アウト。さあファイターズ、この後9番から始まります。ここまでいいバランスの投球内容になっています。6回の裏、ファイターズの攻撃。対するこの回の先頭、金子誠、どう組み立ててくるか。初球膝元、インコースに来ました、ボールカウントワンストライク。この試合の奪三振の数が4となっています。高めの球外れています、カウントワンエンドワン。5回までは最少失点に抑えています。さあ3球目はどうか、外へ2エンド1です。次の4球目、あっと今度はインコース、ボールカウント2エンド2。さあ5球目、次のバッターはどうでしょうか、田中健介。6回裏ワンアウト、現在連続三振を奪っています。初球はストレートから入りました、1球外しました。3回の2打席目、セカンドフライに終わっています。さあ第2球、コーナーを狙います、平行カウントワンエンドワン。
ワンアウトになっています。3投目バッターからは遠いところ、このストレートで追い込んでいます。変化球打ちました、左方向、ワンバウンド、ワンバウンドした。ここでランナーを出しました。レフトへヒットを放ちました。さあランナーが一人出ました。森本、右打席に入っています。ゴンザレス、今日は6回途中までを投げて許したヒットが6本、この回1本打たれています。初球見送っていきます。ワンストライクです。ゴンザレス、ここまで打たれたヒットの数が6となっています。やはり走ってきた、振ってストライクになった、盗塁成功。さあ今のプレーご覧いただきましょう。三塁を狙う、スタートした、変化球打った、ショートです、取りました。一塁送球、一塁アウト、ランナー三塁で進めました。いや結果をそれずにここは気持ちで向かっていってほしいですね。気持ちの入ったボールはやはり違うんですね。まあ目には見えないんですけど、それは違いますよ。初球は手を出しません、カウントワンストライクノーボールです。これが今日3回目の打席でした。カット、これはいい当たりだ、落ちた、ライトの前ワンバウンド、今サードランナーがホームイン。いやここで落ち込みましたね。まだまだ得点されそうな印象ですから、これもあとズルズルいくかもしれませんよ。そして次のバッターを迎えます。高橋、右のバッターボックスに入りました。この回すでに1点を失っています。第1球です、これもいい当たりだ。4回の2打席目、サードゴロに倒れています。これも痛烈な打球、破った、これはセンターへ転がっていきます。ファーストランナーは二塁です。二塁ストップです。ファイターズ、ヒットの数を8としています。ここでキャッチャーがマウンドへ行きます。ファーストも行きました。間合いが長くなっているけど、もっとバッターに集中しないと。サイン交換は念入りです。ベンチからも盛んに指示があるようです。ここは時間をじっくりかけていいとこですよ。初球見送っていきます。この球はボールになります。5回の2打席目、スイングアウトの三振に倒れています。これもいい当たりだ、どうだ、どうだ、ライナーで飛び込んだ、勝ち越しのスリーランホームラン、これは強烈な当たり、決める。札幌ドームに美しいアーチを放ちました。6回の裏ホームランを放ちました。このホームランで試合は動きます。今ホームに戻ってきました。5対2、そしてベンチ前ファンも喜んでいます。3点が加わります。久しぶりの得点が入りました。ああこれは見ていてつらい、ちょっと同情したくもなりますが、今のシーンもう一度見てみましょうか。勝負に行ってのホームラン、こういうこともあるという感じでしょうか。それはそうですね、勝負は避けて取れませんから、次の打席も注目ですね。次の勝負はどちらに軍配が上がるんでしょうか、楽しみです。ジャイアンツ2番手ピッチャーを送ります。木村翔太、ツーアウトからマウンドに上がります。さあ調子はどうでしょうか。次のバッターに変わります。小屋、右の打席に入りました。あ、山口さん、はい、ファイターズリポートです。はい、どうぞお願いします。今のホームランについて一言いただいてきました。取ったのは多分チェンジアップ、ホームランボールにサインしてあげたいんだけどな、誰が取ったんだろうね、ということでした。山口さんどうぞ。三塁側のコメントを届けてくれました。2投目はこれも痛烈な打球、抜けた、抜けました。このヒットで2桁のチーム10本目のヒット。さあそして7番に回ります。糸井、6回裏ツーアウトです。ファイターツーアウトからヒットが出ています。最初は見ていきます。ノーワンです。5回の第2打席、2打席連続となるヒットを打っています。アウトコースへ決めました。ボールカウント1エンド1。今日3回目のバッターボックスです。コーナーへ決めました。これは見送っただけになりました。おっと今度変化球、平行カウント2エンド2。次が5球目、あっと今度は大きな変化球、スリーボールまで持ってきましたからね。はい、さあフルカウント第6球、ストレート、打球は左、ちょっと打たされましたね。取ってスリーアウトチェンジ。
さあジャイアンツ、この後8番から始まります。7回の表、ジャイアンツの攻撃。先頭のバッター、イ・スンヨ、左のバッターボックスです。先ほど、初球から打った、痛烈な当たり、これはセカンドになります。一塁、これはアウト。セカンドゴロに終わりました。打順は次に変わります。脇谷、この回はワンアウトになっています。さあ、初球はどうでしょう。最初はストライク、ワンストライク、ノーボール。武田勝、この試合許したヒットの数が7となっています。外に決まりました。2ストライクです。ツーナスミからの第3球、これはスライダー、ボールにしてきました。これも鋭い当たり、打球はライトへ上がってどうだ。ワンバウンドヒットになりました。さあヒットが出ました。ライトへのヒットを放ちました。さあ怖いバッターが出てきます。ブルペンに動きがありそうです。ここはもう交代させるんじゃないでしょうか。いいタイミングですよ。この回ヒットを打たれています。まずはボールから入りました。カウントノーワン。4回の3打席目、ランナーがスタートします。ボールになった。これは盗塁成功。余裕がありました。ワンアウトランナー二塁です。辰川さん、ジャイアンツはどんな展開に持っていきたいですか。まあスコアリングポジションにランナーがいるという状況でね、どう攻めてきますかね。はい、ここからの得点はあるんでしょうか。ええ、さあバッティングカウント、これはストライク、これは反応できませんでした。さあ何を見せるか。これもいい当たりだ。これも強い当たりだ。これはショートになります。取って一塁へ。一塁アウト。ランナー進めました。ショートゴロに倒れました。ファイターズ2番手ピッチャー投入です。宮西、ツーアウト。ランナー三塁の場面でマウンドに上がります。ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。この展開でこの打順、どうしても快音を期待してしまいます。亀井、そのバッターボックスです。こういう状況はね、繋いで繋いでいきたいですよね。はい、この場面は確実に攻めたいところ。初球振りません、際どく外れた。このゲームはここまで3打数ノーヒット、まだヒットは出ていません。これはストレート、ワンエンドワンになりました。2アウトになっています。さあ第3球、これも鋭い当たり、低めのボール球を打っていった。セカンドへの打球、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。まあチャンスだったんですがね。ですね、惜しいチャンスでした。7回の表が終了、ジャイアンツ得点はなりませんでした。7回の裏、ファイターズの攻撃。対します、この回の先頭鶴岡、右打席に入っています。まず初球、最初は外に持ってきました。カウントワンストライク、ノーボールです。この前の2打席目、見逃しの三振に終わっています。第2球はどういく。スライダーを投げてきました。カウントワンエンドワン。ここまでのファイターズ、ヒットが10本、5得点の内容です。一方のジャイアンツ、ヒットが8本、2得点という内容です。ファイターズがリードしています。今度は大きな変化球で見せます。ワンストライク、ツーボール。さあ、3回目のバッターボックス。さあ、バッターちょっと有利か。アウトコースストライク、カウント2エンド2。次が5球目。左へ行った、これは取れない、ワンバウンドヒット、ヒットになります。これが今日1本目のヒットです。さあランナーが出ました。金子誠、右のバッターボックスに入りました。ノーアウトランナー1塁です。さあ辰川さんにお聞きしましょう。ファイターズはどうすればいいですか。この1塁ランナーがね、帰ると少し楽になりますのでね。はい、ここはどういった攻撃で来るんでしょうか。今日3回目のバッターボックスです。バントします、取りました。一塁送球、この送りバントは安心して見ていられました。
そして打順がトップに帰っていきます。田中健介、7回の裏ワンアウト。まずは初球、まずは見送りました。枠をいっぱいに使ってきます。今日4回目のバッターボックスに入っています。これはストライク、2ストライク。内への変化球は決まりません。2エンド1になりました。真ん中はしかしファウルになります。あっと強烈な当たり、これは低い打球、取った、取りました。セカンドライナーに倒れました。そして打順が変わります。森本、まあ他のスタメンが全員ねヒット打ってますのでね、はい、この打席もそれを狙いたいところでしょう。初球見送っていきます。ストライク狙ってきたんでしょうか。今日4度目のバッターボックス、まっすぐを持ってきました。カウントノーツー。2アウトになっています。さあ次の3球目、外角高めのストライク、ワンツー。この前の打席はいい当たりだったんですがショートゴロに終わっています。これはまっすぐ、ボールカウント2エンド2。外のボール打って、今のはファウルになります。しかしこれは決まりません。フルカウントになっています。この勝負の行方は、お真ん中打った、ファウルになりました。あっと打った、右へ取って、これで3アウト。7回の表裏を終了、ファイターズ無得点に終わっています。ファイター、この試合2回目のピッチャー交代です。立谷、3点リードの場面で登板となりました。ジャイアンツ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。占領役者のバッターボックス、いやーかっこいいですね。打席に入るだけで威圧感がありますから。さあ役者が出てきましたよ。彼ぐらいの力があればピッチャーに与える影響は大きいですよ。マウンド上の投手にも威圧感はあるでしょう。内へ、最初は高めに来ました。ボールカウントノーワン。第2球、この打球は大きいぞ。ライト下がる、下がって下がってスタンドを切り裂きます。ホームラン、ホームランです。会心の当たり、天人の札幌ドーム、あっという間にライトスタンドに飲み込まれました。8回の表、ここでホームランが飛び出しました。そして今ホームイン、5対3。今のホームランはどうでしょうか。ただまあ、もしこのまま負けるようなことになっても、この一発は明日に繋がると思いますよ。はい、はい、1点を返します。追い上げます。ボールが潰れそうなくらいの強烈なスイングでした。明らかに力で持っていくホームランバッターの打撃ですよ。そうですね、ホームランバッターにもタイプがありますね。そして次は DH ラミです。初球はどうか。まずは初球見送りました。ノンストライクワンボール。さん、はい、一塁側です。どうぞ。今のホームランについて話を伺ってきました。打ったのは内側のカーブ、気持ちよく振り抜けましたからスカッとしましたよ、というコメントでした。放送席どうぞ。一塁側のコメントを届けてくれました。外へ持っていきました。ワンエンドワン。先ほどの打球は見事な当たりだったんですが、セカンドゴロに倒れています。これもスライダー、低めが3つ続きました。今日はツーベースを放っています。バッティングカウントになったが、これも強烈な打球、打球はレフトへ、センターの前、ワンバウンドしました。ちょっとピッチャー動揺があるのか、センターへのヒットを放ちました。さあここは豪快な一発、期待したいですね。その力はありますからね、これ注目ですよ。さあスタンドの盛り上がりに応えてほしい。状態はかなりいいんじゃないですか。ということはかなりの期待が持てそうです。さあどうでしょう。まっすぐが決まりました。当たりませんでしたけど、いいスイングですよ。はい、残念ながら捉えられませんでした。
阿部、今日はまだ塁に出ていません。インコースストライク、ツーエンドワン。さあ次の4球目は、ああ低めのボール球、取った。二塁フォースアウト。一塁フェンスをこれはショート、セカンド、ファーストと渡ってゲッツー成功です。ツーアウトになっています。最初はボール、ここは外してきました。谷、この試合の出塁は2回あります。この球はどうでしょう。ドンピシャのタイミング、取って一塁へ送ります。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。ゲームは8回の表を終了、ジャイアンツ1点を返しています。5対3 2点差にしています。ジャイアンツ3番手のピッチャーを送ります。山口、2点をリードされての登板となります。さあそのピッチングを見守りましょう。8回の裏、ファイターズの攻撃、打順はクリーンナップから始まります。稲葉、チャンスの芽を出してダメ押し点を導いていけるんでしょうか。まずスライダーを持ってきました。まあスイングだけ見てますとね、力強くていいんですけどね。豪快な空振りでした。今日は1打点がついています。2球目はどうか。ストレート、ツーストライクです。果たして3球勝負するのか。審判の判定はボール、この球はボールになります。さあ4球目、スイングアウト、先頭バッター三振に切って取りました。さあもう1回今のシーンです。バッター高橋、右打席に入っています。初球は最初は外のボール、ワンストライクです。今日のここまでは3打数1安打。2球目はどうでしょう。低め落ちました、左方向。さあここはどうリードするんでしょうか。ボールです。今のよく見ましたね。はい、振ってもおかしくないボールでした。ストレート落ちました。打球はセカンドへ、抑えた。一塁に送ります。一塁、これはアウトになります。勝利の方程式がまさに完成しようかという状況です。こういう勝ちパターンが確立しているチームは強いですよ。貴重なホームランを打たれています。配球記録のチャートで見てみましょう。点差変わらず2点差、ファイターズがリードしています。初球インコースから入りました、ワンストライク。今日4回目のバッターボックスに入っています。さあどうでしょう。今度は緩いボールできました。カウント1エンド1。早くも2アウトにしています。次はストレートできました。速いボールで追い込みました。これはもう2エンド2になっています。さあ何を見せるか。さあいい当たりだ、ワンバウンド取った。一塁へ送ります。一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。8回を終了、ファイターズ3回目の三者凡退に倒れています。
ファイターズ、この場面で4番手のピッチャーとなります武田久志。この2点差の場面でのマウンドになります。さあ最終回、注目のピッチング。9回の表、ジャイアンツの攻撃。先頭のバッター高橋由伸、どうしても塁に出なければなりません。高橋由伸、初球から打った、これはセカンド取った、一塁に送ります。一塁、これは余裕があります、アウトです。次のバッターです。イスインヨ、9回の表ワンアウトです。両チーム1本ずつのホームランというこのゲームです。何から持ってくるか、これも鋭い当たり、下がる下がる下がる、取った。あ、場内がため息に包まれました。バッター脇谷、塁に出るとまだ試合は分かりません。バッター2人を打ち取っています。あと1人で勝利となるが、初球空振りになりました。ワンナッシングです。脇谷、一度の出塁がありました今日のゲームです。ストレート決まって2ナッシング、これで2ストライクと追い込みました。これで決めるか、外れてボール、2エンド1です。次が4球目、低めを打って三遊間、これはどうだ、一塁へ、これで3アウト、ゲームセット。大きな壁の前でなすすべなし、守護神の前で力尽きました。技術もあるんでしょうけど、気迫と根性に押されましたね。完全にそれが風格なんですね。それでは頼もしい声を聞かせてもらいましょう。さあ壇上にはヒーローたちがすでに上がっています。まず当のヒーロー、その投球成績なんです。先発の登板、6回と3分の2、被安打8、3奪三振、自責点2、勝ち星がついています。そして打撃成績です。4打数2安打、打点3、ホームランを打っています。さあこの2人が今日のヒーロー、勝利に貢献しました。さあ今日のゲームお送りしてまいりました。今日のゲームの解説は辰川光雄さん、黒木智弘さんでお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。